ウェルカムトゥ沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサーイグスヨチューガナビラ。今日は石垣島にやってきました。指笛が吹きたくなります。ここは石垣島、みるみる本舗。なんか沖縄本島ではないアイスクリームが、石垣島限定のアイスクリームがあるということで、インターネットのすごいとこ、石垣島に来ましたって言ったら、みるみる本舗にまず行ってくださいということで来たらいいですね。すごい、あの島、石垣島つながってる、つながってる。 で真正面の島は何島ですか？西表島。西表島、あの奥のある方、奥が西表、はい、左側は竹富島。あ、竹富島、はあ、こうやって見るとよく見えるな。8年ぶりの石垣島、竹富島。あいにく天気は曇り空ですけどね、夕日が綺麗なんだろうな。じゃあみるみる本舗のアイスクリームを食べてきます。また野菜。島豆腐っていうのは何ですか？豆乳プリンみたいな感じ。豆乳プリンみたいなジェラート、はい。じゃあおすすめは何ですか？一番人気は牧場のミルクですね。じゃあ一番人気、はい、で2種類のお味入れることができます、はい、一番人気は何でしたっけ？ミルクです。ミルクと、はい、あと塩コクと。塩コクも美味しいですよ、ね、2番人気。そうですね。 OK、 じゃあそれお願いします。なんでこんな行列ができてるんですか？今日はクルーズ船が入ってるので、台湾のお客様が多いですね。何時までですか？日没までという開け方をしているので、日没まで今は6時半ぐらい。いらっしゃいませ、ようこそです。はい、じゃあ、ね、ミルクと塩コクと、はい、ジェラートはハーフ&ハーフで2種類好きな味が選べますので。島豆腐ジェラート、デリシャス。今まで食べたことない味だね。みるみる本舗にやってきました。みんながぜひ立ち寄って食べて、美味しいから、見晴らしもいいからっていう理由が分かりました。一平マサイビン。これはちょっと癖になりそうな、石垣島に来たら立ち寄りたくなる味ですね。マサミン。Good morning from 沖縄。